ゆうつ、下根つかさのニュースの猫川にゃ、今日もレッドオブカヤビニュースをお送りいたします。あの人が辞任の意向です。いや、やめないで。10円あげるから。いや、なんで10円で止めれると思ったのか。安く済ませようと。すんなよ、の中で話題に。コスパ。今日はですね、世界が目覚めるときに流れる、あの放送、今度こそ、本当に、やっとうるせえこいつ。あなたにお届けします。お喜びを伝えていきたいと思います。つっ点ねということでね、やっていきましょう。ヒカキンマル TV、エビデン、ブンブン、ハロー YouTube、どうも、ヒカキンマルです。今日のキンマルは、あ、こちら、プルートゥーン、テキサス州のキンマル。あ、これ、ノブヨ風だ、これ。毎日のように流れている、世界キンマル放送。ね、これ、真実が暴露されるときに、ね、あの人から流されると、言って、早2年。この詐欺師がって毎日ののしられてる私なんですけど、ついに本間もんのあれお届けする日がやってまいりました。今度こそガチです。つい昨日のテキサスでとんでもないものが放送されてしまいました。論より証拠、これです !EAS テスト。はい、ということでね、もうこれあれですから、テキサスって言ったら、金丸やからね、金丸なんか何本あってもいいからね、テキサスって、最近、二の腕太さんが買収したツイッターの本社、これカリフォルニアから今テキサスに移転しようとしてるんですよ。で、それより以前に彼が持ってるテスラモーターズの本社はすでにテキサスに移転済み、今太さんは全てをテキサスに移住をしようとしてるわけですよ。そして、テキサス州の州知事といえばアボットさんですけど、このアボットさんは今自身の州の国境の不法に入ってきた移民の方々を梅之助師匠に送り届けるという事前活動、かっこ嫌がらせをやってます。そして以前からテキサス州はもともとアメリカとは別の国でね、編入された国であると。かの州は独立心非常に旺盛であると。そんな州で流れた EAS。寝ても覚めてもトラッ、はい、ということでね、これね、来ちゃった素敵やんってことですよ。今日のヒカキン丸でしたって、バカって今こいつしばくぞってみんな思ってると思うんですけど、甘んじて受け入れます。あ、受け入れた。反省はしていた。許してあげたい。違うんですよ。これね、着々とその日は迫ってきてるんだっていう話をしていきたいんですけど、連邦準備銀行、連準銀っていうね、ジュン。ホタルをやるだろ、いますかって。五郎銀行ってのがあるんですけど、前面に今、謎の壁が現れたっつって、ね、これですっつって。いや、すぐ壁作るやんっつって、お前 AT フィールドかっていう話なんですけど、以前からね、米議事堂にフェンスができたり、囲いがかっこいいっつってね、言ってたわけなんですけど、ついに、連準銀、黒板五郎銀行にも壁ができたと。これ、来たるべき大動乱に備えているということなんですよ。そしてその大動乱とは何か。それは11月8日の中間選挙、この結果が出た後に、どちらに転んでもアメリカは大動乱に突入するということでございます。まあ、最新のね、調査によると、現在この中間選挙の趨勢なんですけど、もう下院はほぼ確実に共和党が勝つであろうと。そして、上院は4つの激戦州。この激戦州が鍵を握っていると。ネバダ、アリゾナ、ジョージア、ペンシルバニア、この4つの州が激戦だと言われていると。で、これってくしくも2020年にキーと言われた4つの州と全く合致するということで、今回、ニャントラさんがもし勝てたら、リベンジを果たしたことになるということで、支持者たちはめちゃくちゃ熱心に応援してるわけですよ。これもし上院下院がね、共和党で勝ったら、とんでもないことになります。そして、そんなことは絶対に認めないであろう、闇の勢力は、梅之助師匠の梅ちゃんのリボンをパラレルしてジャンプしてくると、そういうことをね、今狙ってるんじゃないかってことなんですよ。しかし、もうこれ、バレてますからね。2年間耐えてきた共和党支持者たち、そして世界のウォッチャーたち、今度は多分これを許さないであろうと。そしてそのままアメリカは大動乱に突入します。そのために今、連準銀であるとか、ね、議事堂であるとか、ワシントン厳戒体制、そしてこうした銀行にもフェンスでバリケードを作っているのは、この動乱を恐れてってことなんですよ。そして、まあもちろんですね、政府はナタを振るうと言われてますけど、しかしそれやっぱり責任を取る人が必要なわけですよ。梅之助師匠はそもそもがつなぎとして、
して選ばれた男なんですよ。これ紫の人が途中で失脚しかけたりとかいろいろあったんで、現在も無理やり座らさせられているけれども、今回の11月8日の責任を取って辞任するんじゃないかと。そしてこれアメリカ合衆国の憲法に書かれている副大統領が昇格するという、その流れついにここで爆誕と。そして闇の者たちは今度こそニャントラさんたちグループを全員一掃したいと考えているということなんですよね。これちょっと面白くなってきましたけどね。ね、先日ニャントラさんがペンシルバニア州でね、梅之助師匠と同日にね、激戦州入りして演説したという話したんですけど、その中でちょっとニャントラさんが面白いこと言ってまして、同じ日にね、ソエトロちゃんも来ていたことを揶揄してたんですよ。オバマとバイデンかとね、私はオバイデンと呼んでますって言ってるんですけど、え、ちょっと何言ってるか、コモリのオバタバです。いや、違う違う。それはコモリのオバンデンだから、やかましいわ、お前。自分でコモリのおばちゃんですって言った後に説明するな、お前ね。ということでね、ちょっと盛り上がってきました。まあ、そんなオバンデンっていう最高のギャグをぶち込めたニャントラさん、まあ、ドヤ顔だったわけなんですけどね。同日、日本では速報が流れました。これ何かっていうと、14日にニャントラさんがついに出馬表明する見込みであるという速報を出したんですよ。これね、今までのメディアだったら、ニャントラさんの動向なんか報道しなかったわけ。でもこのように、日本のメディアでも速報し始めた。これは、メディアも今どっちの勝ち船に乗るかめっちゃ見てるわけですよね。ということだよね。流れは完全に来てます。まあ今日本ではね、ツイッタージャパンのね、社員の方々がね、すごい勢いで解雇されてると。で、その解雇された人々がね、ワインばっかり飲んで、パーティーばっかり行ってたってことがツイートからバレまして、ツイッター民たちがね、ちょっとこうニヤニヤしてるんですけど、今回ね、ツイッタージャパンの人が大量に解雇されたことによって、大きく変わったことがあると言われてるんですよ。それは、左に変更したニュースがトレンドに乗らなくなったということなんですよね。この前、中の人が暴露してまして、このニューストレンドは、自分たちである程度操作してたということを暴露したわけですね。やはりかと。そして、太志さんは、意外といけますよ。お前いつまで引っ張ってんねん、そのタマホームの CM。けちゃう、やかましい。太志さんって意外とね、この、左に変更した人々のことあんま好きじゃないんですよ。だから、ツイッター買収した直後に、この幹部たち全員辞めさせたじゃないですか。ツイッタージャパンも実は左の巣窟と世界的には見られていて、ちなみに、ツイッターのユーザー数って日本、アメリカのツイート2番目に多いですからね。この、明らかに思想を誘導してたと、見ていた、この太志さんは、すごい勢いで解雇しているということなんですよ。これもお掃除に他ならないと。まあ、テキサス州でね、金丸放送が流れたっていうのは、これ、太志さんが本社を移転したことと非常に繋がっていて、これ近く本当に世界がひっくり返りますというめちゃめちゃいいニュースで、今日は終わっていかせていただきたいと。日本では診察のデザインに不平不満があると聞きました。1万円。サムラゴーチ。5000円。あります。1000円。なあ、いけるいけるなあじゃないのよ。こんなお札、いいね。ね、ということでね。でもこれですよね。違うんですか？これじゃないんですか？僕の中ではもう日本人ってこの3人しかいませんけどね。人口3人なんよ。で、あとお前何人なんだ？指定人です。って思った。今日も一日お疲れ様でした。良い夜お過ごしください。真相深入り虎ノ門ニュースが終わるって言ってね、今すごいネット上で騒ぎになってますけどね。そのことについては本日サブチャンネルで語ってますんで、ぜひこっちもチェックしてください。このことに一番動揺してるのが、ね、僕とジョネだって話なんですよ。なぜならばね、ジョネって、動画の怒鳴りで、ニュースの虎側ガオーって言ってるんですよ。これ、虎ノ門ニュースからパクってるわけ。そして、オミソンのニュースの猫側にゃ、これはニュースの虎側ガオーからパクってるわけ。お前何やってんのお前ら。もう両方ともやめろよ。取り付く船がなくなっちゃうわけなんですよ。困るわ。なんか後継番組もあるってことなんですけどね。まあ、その辺もちょっとサブチャンネルで語ってますんで。ぜひこっちもチェックしてください。にゃ。僕、極度の猫舌キャットタンなんですけど、冷やして食べるんですけどね。そんななんかおにぎり、僕、冷めたおにぎりが大好き。炊きたてのご飯で握って、それを置いとくのが大好きなんです。でね、話全然変わるんですけど、私インザスカイ教団っていう集団を聞いてましたね。世界中の人々を笑顔にするっていうとんでもない度悪なんですけどね。もう一個ね、加担してるとこがあるんですよ。それがですね、伊達ちゃん率いるノーカロリー教っていう超過激派がいるんですよ。太りそうな食べ物は大体ノーカロリーっていう真実をね、デクラしてくれるデクラし伊達ちゃんなんですけどね。まあ、ドーナツは穴が開いてるからノーカロリーとか、揚げ物は油でカロリーが弾けるからノーカロリーとか、もうめちゃくちゃ過激な理論をね、展開してくれてるんで大好きなんですけど。
まあ、私もそんな過激派の一人で、もうしかも特に僕はもう超原理主義なんですよ。僕のね、あの理論では、もう太らないって思って食べたら、それはもうノーカロリーっていうね、そういう思想を持ってましたよ。いやでもちょっと待って、これ味噌派と伊達派で、内部分裂起きてね、概念と概念がぶつかり合ってるから、でもこれ、ノーカロリーだわ。え、ちょっと何言ってるかわかんない。てこと、なんだこの話。ガリドゥ